MK ボールフィールドということはもしかして残念でした。田中パウロ11です。残念でした。あのね、 MK ボールフィールドということは牧ひか3かなと思った。あなた残念でした。田中パウロ11です。どうもこんにちは、田中パウロ11です。4月1日に開幕を迎える田中パウロ11です。栃木シティです。皆さん覚えてください。昨日試合やったんですよね、日本代表の試合、コロンビアとの試合でね、最初ね、もうこう前半3分ですか、もう三笘選手ギャーンとガシーン決めたんですよ。わーだってね。でも結局1対2で負けてしまいました。まあ、残念ですけどコロンビアってめちゃめちゃ強いチームなんですよね。であとはね、上田綺世選手の憧れのファルカオとかね、ハメス・ロドリゲスとかもいたでしょ。まあ、それぐらいまあ有名な選手が多いチーム自体もまあ強いんですね。球際もねめちゃめちゃ強かったでしょ。皆さん見たら分かると思うんですけど、あとは堂安選手とか、あとは鎌田選手とかかな。まあこれ次の日撮ってるんですけど、今日のニュースとかでインタビューとかでなんか J リーグっぽいとか、なんか横パスが多いとかなんか言ってたらしいんですよ。後ろで横パスが多いとかね。 J リーグっぽいっていうのは、まあ、攻撃の時にチャレンジしないとか、この目の前の敵を一人抜いたらチャンスになるけどすぐパスしちゃうとか、あんまりチャレンジしなかったんじゃないかという解釈でいいんですかね。まあ、それぐらい多分ヨーロッパでやってる選手は、あの自分のチームではちょんちょん横パスするのが禁じられてるとか言ってましたね。縦に縦にチャレンジするボールとか、できるだけ前向いて前に選択肢を持つというのは堂安選手と鎌田選手よく言ってたと思うんですけど、まあ、J リーグっぽいっていうのはまあちょっとは分かりますね。やっぱ1対1勝負する選手あんまり後半から試合出るっていうイメージは僕はあるんですけど、フロンターレの時の三笘選手は別格やったけどね、あれはまた別だ、あれはまた別なんだと思うんですけど、まあ、それぐらいなんかスーパーサブとかね、なんか後半からちょっとギアを変えるという時に攻撃の仕掛ける選手っていうのを入れるというイメージはありますけど、それぐらい J リーグってちょっとだけ最初は様子見みたいなところはあるかもしれません。まあそれが J リーグっぽいっていう言葉になったんだと思うんですけどね。1対2ということですけど、まあこっからねどんどん強なっていくでしょう。代表めっちゃ強いからね。まあ僕がねこれ見てる方でね、まあ僕のファンとかもいると思うんですけど、僕のことめっちゃうまいって言ってくれるんですよ。まあうまいよ、もちろん、もちろんサッカーうまいんだけども、だけれどももう俺から見てももうめちゃめちゃうまいでこの人らっていう人たちが代表やからね。言ったらもう皆さんがね高校時代こんなん語れへんってって思ってた選手が僕だと思うんですけども、もう僕もその人たちの、その今の代表の人たちをもう俺ももう語れへんってって思ってる方たちが代表ですね。まあ僕は高校時代ね、まあ、ユース相手に言っても点決めたことないんですけど、もうユースと当たるときはこの方大変っていう選手ばっかりだったんですね。まあそういう感じですかね、うん、まあでも高校上がりの人が多いらしいですね代表ってね。まあそんなんいいんですけど、なんかフォーメーションの最後ねの神かな、渡されてあれがねなんかびっくりしたって言ってたんですよね、誰かが言ってました。これから多分合わしていくということなんですけど、多分そのフォーメーションを試したことなかったかな、もっと良くなっていくんでしょうけど、まあ、そのために試したことなかったから神で渡したということなんでしょうかね、わっ知りませんけど。その後、まあ、久保選手とかもね、あの熱い気持ち、あれはいいですね。でなんかみんな体幹弱いって言ってたでしょ、自分でオレーってやった後こけたんですよ。一回後転してからもう一回オレーって言ってたんですよ。あれバーンぶつかってたら退場ですからね、ダメです絶対に。だから久保選手はあれめちゃめちゃいい判断なんですね、最高なんです。で気持ちも見えるでしょう、もう周りのテンションも爆上がりです。そういうプレーも必要ということですね。でまあ僕がね何が言いたいかというとね、まあ代表の試合はまあもちろん素晴らしくて、負けてしまったのは本当残念で、まあ皆さんも残念だと思うんですけど、代表ってほんまにえぐいから、これからの代表もっと見てほしいなと思います。なんかねプレミアリーグとかしか興味ないよ、プレミアリーグ見てから代表の試合見るととか言う人おるんやけど、いやもう代表えぐいから。日本代表えぐいからね、まあ分からん人には分からんのやろうけど、はい、あとはそのフォーメーションとかいろんな戦術の問題とかそういうのをこれから
3、4年ぐらいですか、まあ2年ぐらいか、まあ予選もあるからね、よくなるんだと思います。でですよ、最後に J リーグっぽいっていう話してたでしょ、横パスが多いとかそういう問題が出てたと思うんですけど、ここでですよ、栃木シティエグいんですよ。栃木シティはもう果敢に攻めまくって攻めまくって、玉木がガッチャンガッチャンいって、もうすごいもうアグレッシブな試合をするんです、するんですよ、するんです。プレシーズンマッチの甲府戦見ていただいた方は分かると思うんですけど、4対1で勝ちました。4対2ですかね、まあ、それぐらいアグレッシブな試合をするんです。だからこそ4月2日やったっけ、4月1日やったっけ、2日やったっけ、ちょっと待ってね、えぐいって、1日です、1日に試合がありますんで、もうね、栃木シティの試合めちゃめちゃアグレッシブやから見に来てほしい、ぜひ。そして J リーグっぽいっていう、まあそういうね、横パスが多いとか、ただあのチャレンジが少ないとか、そんなことないよ別に。 J リーグもこのチームそれぞれチームの色があるからそんなことないんやけど、 J リーグっぽくはないかな、もうアグレッシブにアグレッシブに、その J リーグっぽいっていうインタビューの言葉からすると J リーグっぽくない。まあ J リーグにもいろいろチームがあるから、もう J リーグが全部が全部そういう J リーグっぽいには当てはまらないですが、アグレッシブですね。もうぜひ、もうアグレッシブな、もう栃木市をぜひ見に来てほしい。そしてね、絶対に退屈しない試合になりますんで、ぜひ見に来てほしいと思います。まあ開幕はね、5000人目指してますが、まあ栃木市の方は無料なんでね、栃木市の方はぜひ友達や家族や、まあ興味ないよっていう方も誘ってください。もうね、サッカーはもう半分ぐらいで見る、もう半分ぐらいに、グルメのスタジアムの目の前にあるなんか栃木製麺とかね、なんかあと岩、いちごとか、いちご置いてるんか知らんけど、なんかいちごとか、岩船フルーツパークってあるんですけども、そ、来てほしい、もう、もうそっちメインでは。で、なんか、おまけで試合見に来て、それでもいい。もう、でも、それで見に来たら、うわ、すごいなって絶対なるんで。で、スタジアムのね、雰囲気もね、えぐいんですよ。J3 に入ったら、多分ね、もう1位、2位。争うぐらいのスタジアムの良さ、まあ、J2 に入ったらスタジアム全然余裕やんっていうぐらいのもう規模のスタジアムとなりますので、絶対に迫力はありますんで。で、あと日本で一番近いんかな、選手と、まあ、それぐらいね、迫力がある試合が見れます。ぜひ見に来てほしいなと思います。以上です、終わります。それを伝えたくて代表もすごいけど、栃木市でもぜひ見に来てね。うわ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 、これおもろい？ロン。おもろい？これおもろい？これおもろいの？おもろい？ね？おもろいって言ってます。終わります。